皆さんこんにちは、ライケル代表の鈴木大地です。お久しぶりの動画になりました。で、今日はですね、なんとライキネが5周年になりました。おー、5年目です。ライキネを始めてついに5年が経ちました。かなり時間が経つのは本当早いなー、めっちゃ早いなー。で、本当にね、もうライキネ1から最初立ち上げた時はまだまだ何をやっていいか分からず、こう徐々にね、こう自分も勉強しながら、みんなに指導しながら、やっぱ一番最初はさ、こうお金いただかずに無料で日本全国、まあ、1年ぐらいこういろんなところ回って、で、そこでこういろんなデータを得たりとか、あとはもう知識もそこで勉強したりとか、日本ドイツ人のには、まあ、もちろんこういうね、ライフケーティックっていう脳のメソッドが、まあ、ドイツ人にはすごい合ってるかもしれないけど、やっぱり日本人の文化だったりとか、あと性格によって、やっぱりこう日本人に作り変えなきゃいけないなっていうことで、やっぱ日本全国回っていろんなところで知識や経験を積んできました。で、まあそこから、まあ、約5年間今まで突っ走ってきたんですが、まあ、つい最近はドイツに行ってね、アイスドライビアアイスすごいアイスすごいアイスブロー、いやー。で、まあ、ライフキネティックがどういう風に取り組まれているのかとか、で、まあ、ライフキネティックを作ったホルスト・ルッツさん、家全然わからなかったんですが、まあ、現地行ってルッツさんがどこにいるのかっていうのをまあ、いろんなところでこう調査して、ついに突き止めて、まあ、いろんな助けがあってね、突き止めて、で、まあ、そのミュンヘンのルッツさんの仕事場に、お邪魔させてもらって、いろいろ話を聞いてきたりとか、まあ、本当にこの5年間いろんなことがありました。で、まあ、ちょっと今年の目標、ちょっとね、まあ1年ごとにこう、来期ねでどうやっていくのかっていう、まあこのミッションっていうのかなっていうところをちょっとこう掲げてやっていこうっていうふうに、思っています。で、まあその来期の今年の目標としては、まあ48都道府県、来期ねで、日本全国いろんなところでこう出張指導しようと思います。で、今、まあ、来期ねは、全部で24都道府県かな、ちょっと後でこの、画面にポンって出すんだけど、24都道府県、いろんなところで出張して回ってきました。で、まあ、まだまだね、やっぱり東北方面だったりとか、あとは北海道とかね、まあ、本当は、コロナがなかったら、もうね、多分、現時点で48都道府県全部回れるぐらい、の話があって、で、30件ぐらいキャンセルになったのかな、コロナで。で、やっぱそれがあったせいで結構いろんなところ回れなかったっていうところがあるので、まあオンラインだったらね、こう多分っていうか、もう48都道府県は全部こうオンライン上では回れてるんだけど、でもやっぱりこう直接指導をしたいっていう思いで、日本全国ちょっと、今年は回ろうっていうふうに決めました。なので、あと24都道府県、いろんなところを回ろうと思います。なので、ちょっとぜひ、皆さんのお力が必要です。俺自身やっぱりこのライキネっていうメソッドを活性化させて、パフォーマンスを最大化したい、パフォーマンスを向上したい、日本全国の人にこのライキネを知ってもらって、ぜひ、まあスポーツもそうですが、人生のパフォーマンスをこう最大化してほしいなっていうふうに思っています。本当にね、このメソッドはもう、まあ、今後生きていく上ですごいプラスになるメソッドだと思ってます。やっぱこのライキネって、失敗することで、失敗するのは悪くないよっていうマインドをこうみんなに伝えることができるんですね。失敗して諦めずに何度も挑戦することで、やっぱり脳が活性化していく。なので、失敗のハードルが下がるというか、失敗したら笑顔になるんですよ、このトレーニング。だから、やっぱりそういう日本人の失敗は悪だとか、挑戦しなくなっちゃうとか、みんなから批判されて怖いなとかっていう、そのマインドも全部変えられるようなメソッドなので、子供たちに失敗は悪くねえんだぞっていうところを、失敗は悪くないから何度も挑戦して、いろんな自分のやりたいことをどんどんやっていこうぜっていうようなことも、伝えられるなっていうふうに思っています。で、この1年間また精力的に活動していきたいと思っています。なので、来期で再開します。よし、ということで、まあ今年は、まあその48都道府県回るっていう他にも、まあ個人の、まあそうだね、目標としては J リーグ、日本のトップリーグ、日本のサッカー、日本サッカートップリーグの J リーグにこのライキネを導入することも目指しております。ぜひこの映像を通して、あ、ライキネどんどんでかくなってんだとか、わー、こんな鈴木大地バカだったけど、あ、こんだけやってんなっていう映像を、お届けできたらなっていうふうに思っております、まあ、もちろんね、ライキネのメソッドもこの映像を通して配信していこうと思っておりますので、ぜひ、この動画を見て元気だったりパワーだったり知識を得てもらえたらなっていうふうに思っております。
それではまあ長々話してもね、こんな感じで、締めさせていただきます。またちょっと定期的に動画を更新していくので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。そして来期での日本全国出張トレーニング、そしてオンライントレーニング興味がある方がいらっしゃいました、動画下概要欄からチェックをお願いいたします。鈴木大地が熱く指導させていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。来期で最高。また来期では日本全国から出張トレーニングのご依頼を受け付けております。プラン体験については動画下概要欄からお問い合わせください。脳を鍛えてパフォーマンスを上げる手法、来期ねプロクラブ等の指導実績もあり、誰でも取り組めるメソッドです。来期ねは選手監督の皆さんにプラスになる内容ばかりです。実績やリアルな声をご覧いただき、動画下概要欄からお申し込みください。